で大変相当長めないで半分が多い素晴らしい。地域一丸となってですね、サミットを盛り上げ、そしておもてなしの機運を高めていき、必ずや成功の道へと進ませていただきたい。皆さんの熱意が、G7 の投資の人たち、あるいは、この地を訪れる人たちにですね、伝わっていけば成功は間違いなしではないかなというふうに思います。皆さんから注目されることで、ここに住んでいる子どもたちが自分の町に、地域に誇りを持ってもらえるようになったらいいなと思います。三重県には総理のご挨拶にもありましたように、歴史、文化、伝統、それから豊かな自然、美味しい食べ物、いろいろございます。精一杯、三重県の魅力を発信していきたいというふうに思っています。地元の皆様からもですね、期待の声をいただきましたし、サポーターの皆さんにもですね、手伝っていただいて、ぜひ成功させたいと思います。